さて、リリリミックス6弾のレジェンドレア紹介も最後の1枚となりました。今弾のシークレットレア枠が判明しました。ナスカ銅板とです。いや、キリヒコさん参戦は嬉しいね。じゃあ表面の効果見ていきましょう。タイプがフィニッシャー、コストが5、スロットを止めた時スロットアイコンの AP 全てプラス20、相手をテクニカルゲージ、バーストゲージの上昇率ダウン、剣キックアイコンに止めた時攻撃プラス300、 AP プラス15、相手のバーストゲージ上昇率超ダウンということで、バーストゲージ絡みについては50周年エターナルの方と対になってるのいいよね。これ続いて裏面、バーストした時必殺プラス3500、追い打ち発生率が究極アップ、相手のガッチ率を超絶ダウン、さらにラウンド3以降だとスロットアイコンの AP 全てプラス50、剣アイコンの AP プラス50、相手のテクニカルゲージスピードを超絶アップということで、ラウンド3以降にひっくり返さないといけないという制約があるとはいえ、剣アイコンの AP を合計でプラス100してんのやべえですね、これは。で、R3 以降で相手のテクニカルゲージスピードを超絶アップっていうことで、この辺はもしかすると、超加速の能力を身につけた時の原作再現してるんじゃないかって考えると、このカード熱いですね。いやー、強え。めっちゃ欲しいわ。ご視聴ありがとうございました。